おはよう。散歩行ってきます。おはようございます。北海道のオホーツク山間部鶴津町あいおいなんですけど、初霜が降りてます。もうとっくにね、初霜は降りてたかもしれないけど、私が見るのは初めてです。凍ってんのわかるかな、よく映ってんのがね、初霜です。町バスが走ってます。赤爪草が凍ってます。葉っぱも凍ってます。寒いんですけどね、綺麗ですよね。もう布団から出るのが辛いですね。さつき、さつ帰ろうか、帰る。あ、さつきちゃん、目やにが出てる。最近ちょっとね、目やにがひどいんですよね。ちょっとお医者さん行かないかんね。さあ帰ろうか。紅茶4で芳香剤を買いました。ハルカドっていう奈良の会社ですね。もちろんメイドインジャパンです。開けてみましょう。こんな可愛いボトルに入ってます。スティックがね、ついてますね。開けてみます。いい香りです。カリフラワーとブロッコリーいただきました。湯がこうと思います。
ちょっとマヨネーズらしくなって、これカツコちゃん、これカツコちゃんが育てたブロッコリー美味しいわ。このカリフラワーもね、芋みたいな。これはケチャップソース。ケチャップじゃない、マヨネーズかけたって。今カリフラワーはマヨネーズがある。なんか芋、お芋みたいな。うん、美味しいやろ、うん、あんまりカリフラワーって美味しいと思ったことないけど、このブロッコリーのカツコちゃん、野菜作るの上手な人と下手な人、うん、美味しいやろ、うん、もっとつけて、もっとつける、うん、この間のマヨネーズよりは美味しい、うん、この間のはなんかドレッシングみたいな、うん、味しなかったの、もう、あの今回味してる、今日はあの黄身だけ、うん、あの白身は入れてない、うん、マヨネーズの味になってる、うん、ちょっとマスタードちょこっと入れて、ちょっと塩コショウも最後です、最後に塩コショウちょっと入れて、あの、うん、添加物なしなんでいっぱい食べてみて、ブロッコリーまだいっぱい、乾杯。今日は焼酎のジャスミンティー割り。よし、手作りの。手作りのマヨネーズ。マヨネーズまでしてます。ブロッコリー、うん、おいしい。さつきが睨んでます。みーちゃんはお父ちゃんと遊んでます。テレビ見てます。 水曜どうでしょう、あの車乗ってあちこち食べに行く番組、うん、うん、クレジーソルトで、ね、簡単に炒めただけ、うん、おやつも食べたでしょ。なんか言うてる。おやつも食べたでしょ。うるさいな。だからさ、おしこしたの。おしこしたの。もっとき、もっとしたの。してないような気がするな、おしっこ。した？間違えた。必死やで、こいつ。なんでそんなにお腹空くかな、あんた。おしっこのご褒美。これは別腹なんだな。ご飯もおやつも食べたら、またおやつ食うんだよ。よし。どうちゃんも別腹いっぱいあるやんな。ご飯食べても菓子は別腹なんや。めいちゃんも、え、私のもんでかもしれない。下いい下にいるで。めいちゃんは夜中に食べるかダメよ。今日のマヨネーズは美味しい。こないだ作ったやつはね、シャバシャバでドレッシングみたいだね。味は
いまいちでしたが、蒸しの美味しかったんですけどね、今日のは、美味しい。やっぱり卵は黄身だけにして白身は入れちゃダメですね。で今日はマスタード入れました、もうお父ちゃんの親戚のお姉さんが作ったブロッコリーとカリフラワー美味しいです。カツコちゃんありがとう。お疲れ様でした。Thank you.